いやー、プロの世界でバッターとピッチャー両方やるなんて無理だって。プロの世界そんな甘くないでしょう。いや、二刀流は大谷が凄す,すぎるから特別なだけで、今後挑戦するやつなんてめったに現れないから。えー、二刀流挑戦するんだ。ま、あ確かに、5年後くらいに、 3割10勝とかしてそうだよね。いや、原島しましょうた、やばいな。だって、ドジャースで、バッターとピッチャーやって、レアルで、ゴールキーパーとフォワード、しかもこの間、ゴルフでマスターズ優勝して、昨日、ボクシングで、 スーパーミドル級4団体統一王者なったからねもうアシュラじゃん